こんにちは、インディーズモーターガレージです。今日はね、忍者のパワーチェックをしに行ってこようかなと思ってます。本来はね、壮行会でお世話になってる、スピードショップ伊藤さんでやろうと思ってたんですけど、どうもすごく忙しいみたいで、まあうちから近い、とあるところにパワーチェックをしに行こうと思います。久しぶりにね、これもう何年ぶりだろうな、十何年、いやもしかしたら15年ぐらいかな、ぶりぐらいに、パワーチェックするんですけど、このエンジンね、1回ブローしてから組み直してるんで、それからは1回も測ったことがないんで、まあどんな感じなのかなと。まあ、前のね、仕様は 1000RX のエンジンだったんですけど、それにね、吉村のカムだとか、ポート研磨とか、まあそのあたり全部やった形で、当初ね、確かね、120馬力ぐらい出てたとは思うんですけど、ちょっとその辺はちょっと古い資料を探ってこないと分かんないんで、またで、今回の仕様は一度僕あの忍者の紹介動画を出してるんで、そこでちょっといろいろ言ってるんですけど、まあ、今回初めて見る人もいると思うんで、軽くエンジンの仕様だけさらっときますね。まずヘッド周りは、以前使ってた 1000RX のものと同じです。なのでポート研磨がしてあって、カムが吉村のステージ1で、ロッカーアームは対策されたタイプよりも前のもので、それを僕のやつは軽量化とバランス合わせ、あと鏡面加工が施してあります。そして下回り、これが、ZX10 だね。 ZX10 のクランクと、クランクケースで、 ZX10 のクランクの方は、バランス取りのみかな。前回の 1000RX はね、軽量までしちゃったんだけど、今回はちょっと低速の方を狙って、軽量化はしてないです。でね、いろいろ組み合わせていくと高さが合わなくなるので、ここにあのスペーサーのアルミがかましてあります。でピストンはワイセコなんで 1039cc かな。でコンロッドは、バランス鏡面をかけてあります。でキャブは FCR の39で、今この緑のはちょっと見えると思うんですけど、パワーフィルター、普段はね僕ずっとパワーフィルターつけたまんま走ってるんですよね。走行会でも何だったらつけたまんま走ってる感じです。でまあここ一番っていう時だけは外すんですけど、あんま外すことない。ただ今回はね、一応パワーチェックってことで一旦外して、今回はパワーチェックに行こうと思います。あと点火系ね、今これ見えてる赤いコード、プラグワイヤーで、点火の中はちょっと見えないんだけど、ウオタニの SP2 ね、それを組んでいます。というところがエンジン内部かな。でマフラーはね、野島のね、ファサームアップタイプの、チタンだから、ファサームタイプ R になるのかな。なんだけど僕のやつはもう超初期型で、ここが絞りのない寸胴のタイプね。で集合部もスパイラルしてないやつなんで、一番初期型のパターンだね。で今日は一応バッフルは計測時は外すつもりです。ではこんなところで出かけてみようかなと思います。では行きましょう。シャボン玉さんに着きました。今回パワーチェックをお願いするのはここ。実はね、
家からバイクで3分ぐらいの場所なんでね、とても重宝しています。今ね、無事にパワーチェック終わって帰ってきました。非常にね、すごい音で、毎回パワーチェックすると壊れるんじゃないかってもうドキドキなんですけど、まあなんとか帰ってこれたんで問題はないようです。で、今回ね、最初の動画でパワーフィルターを外すって言ってるんですけど、結果普段乗ってるパワーがどんなもんかなっていうのもあったんで、もうめんどくさいっていうのもあってつけたまんま行きました。で、パワーフィルターはね、つい最近年末頃にボロボロになって交換してたんですよ。まあなんで新品の状態に近い状態なんで、もうそれもあってそのままやってきました。早速ね、見ていきましょうか。結果発表ですが、これです。見えるんかな。ちょっと画面をこれの画像に変えて説明しますと、上の緑が、バッフルを抜いた状態、下の青色がバッフルを入れた状態で、バッフルを抜いた状態、まあ、いわゆるフルパワーに近い状態がマックス129馬力で、これ軸トルクなんで、エンジン単体で言うと142馬力まあまあ出てるんじゃないですかね。まあプライベートで組んだエンジンにしては上出来な感じがします。でね、びっくりしたのがね、最初バッフル抜かずに回してて、であっていうふうで気づいてやったんですけど、びっくりする事実が、バッフル抜くとね20馬力もアップするんですよね。まあ、でも普段街乗りではもうバッフルつけて走ってるんで、いつもそのパワーで走ってるんですけど、特にパワー不足は感じないんですけど、まあこれぐらい僕の野島では差が出ましたっていうところが僕の中でも発見。いつもまあ昔やった時もバッフル抜いた状態で最初からかけてたんで、この差は分かんなかったんですけど、まあ、そういうこともあるようなので、レースやってる人とかね、あとパワーチェックしたけどいまいちパワーがないなっていう人は、バッフルを抜いてやってみることをおすすめします。という感じで、下の空燃費に関しては、これも緑がバッフル抜いた状態で、青がバッフルが入ってる状態なんですけど、緑めちゃめちゃいいラインで適正値バツンと走ってる感じで、最初ちょっと濃いのはFCR のポンプ吹いてるんで、その分ちょっと濃くなってる感じみたい。バッチリな感じになってる。ただバッチリなのが問題なのが、僕先ほど言ったようにスポンジのねフィルターをつけたまんまでこの数値なんで、じゃあ外したらちょっと薄くなるじゃんっていうところはあります。まあでもそんなすごい差はねないと思います。まあそんなようなとても嬉しい結果になりました。プライベーターとしてはもう最高の結果という感じです。よかったです。で、今回ねシャボン玉さんでやってもらいました。本店ね、家から実はねバイクで3分ぐらいなんですよ。ものすごく近くて助かってるんですけど、最初ねこの測ってる時にどうも空燃費がねうまく出なくて、何度も結構やられても、いろんなね結構バイクによってやっぱり仕様が違ったりするんで、いろいろ台のもかけてたらビーンって回せばいいっていうもんじゃなくて、いろんなノウハウがあるようで、で、まあ、最初それが出なかったんだけど、まあ、いろいろやっていただいて、最終的には空燃費の
数字も出るようになって、でどうもねバッフルの中で中のあの空燃費というかあのガスが回っちゃってて変な数値が出てたっぽいんで、まああのこのカーブに出てる空燃費も実際あのバッフルがついてる方はどうなのかなっていうのはあるみたいですけど、でもまあすごいあのきっちり出すように頑張っていただいて、あの非常にいいお店でした。お店でしたっていうかあの量販店でもメーカーの方もしっかりしてるなっていう印象を受けました。かっちりやってもらえるし、まあ、マシンの状態もよくわかるし、まあ、今後ねなんかいじった後にも再度測ればあのその差もはっきりわかるしね。でね2種類パワーチェックシャモン玉さんあるらしくて、まあ、フル一足で一足っていうか ある決まった数値でずっと回していった僕みたいな測り方と、チェンジごとにこうグラフが上下していくっていう、まあ、これキャブのセッティングするときとかはそっちの方がいいらしいんですけど、でね金額もねフルで回すときはね3500円で、細かく回していくやつは5000円っていう風なんで、フルのね自分のパワーを見るだけだったら3500円だったら結構安いなっていう感じなんで、おすすめですということで、パワーチェック、製造から36年のマシンです。で僕が乗り始めて31、2年、もう覚えてないんだけど、そんなバイクで、エンジンのオーバーホールはしてからどうなんだろうな、もう10年ぐらい経ったのかな、8年ぐらいかな、ちょっと分かんないんですけど、組み直した状態でこんな結果が出ました。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。また次はね、30年の間にパワーチェックしてきてるんで、それを元にですねカスタムするとどんな感じでパワーが変わるのか検証していこうと思います。